問題。似てると言われたことがある芸能人は。なるほど、いい問題。あ、てんちゃん。はい、綾瀬はるかさん。おお、正解。おお、昔言われてました。ちょっとあるか。よく言われてました。よく言われてた。めちゃめちゃ言われてました。すごい言われてる。昔です。でも他だ、どうですか。松田とかは。なんかファンの方とかからすごい申し訳ないんですけど、あのももクロさんの桃田かな子さんに似てるって言ってくださることがあって、すごいもう桃田さんにはすごい申し訳ないんですけど、私はとっても嬉しいので。他はどう。はい、阿部さん。あの将棋の羽生名人とか名前がそっくりで。名前がそっくり。最近羽生先生ってめっちゃ言われるんです。あ、これはでも結構これポイント上げてもいいんじゃないですか。土屋さん、土屋さん。ちょっとハブボタン。ピンポン。あ、大丈夫ですか。なんだろう、何があったんだろう。あれ、将棋のハブ名人って、え、後ろ聞いて、あれ、桃田かな子ちゃん。なんかそこで終わっちゃったから。高坂とかある？私芸能人にはあんま言われないんですけど、なんか誰にでも似れるというか。そんなことないし。澤部さんは？私は、豆大豆。大豆。はい。